皆様、大変長らくお待たせいたしました。それではただいまより、カタールペアが2016シーズン最終戦セレモニーを行います。まず最初に、カタールペアが代表取締役社長酒井秀治より皆様に挨拶を申し上げます。そしてサポーターの皆様方、今日のこのホーム再戦、最後まで温かい応援、誠にありがとうございました。今シーズンこそは何としても J2 に復帰を果たす、この強い覚悟を持って今シーズンの戦いに臨み、終盤戦までは昇格争いの中でなんとか戦ってまいりましたが、今日のこの最終戦を待たずに力及ばず、今年も残念ながら J2 昇格復帰を果たすことができませんでした。カタール富山を支えていただいております多くの方々から大変大きなご支援と、そして力強い応援をいただきながらも、残念ながら皆さん方のご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。今シーズンは試合数が3試合と少なく、その分勝ち点3の重みが大変大きくなる中で、今日もこの最終戦勝って終わりたかったんですけれども、引き分けとなる試合が多くございました。優位なゲーム展開の中でも、心という時の勝負強さにかけ、勝ちきれずに勝ち点1を得たというよりも利を失ったという試合もいくつかございました。こういった要での決定力不足から、今シーズンも残念ながら昇格レースに勝ち残ることはできませんでしたが、今年のチームは昨年よりも着実に成長し、そしてまたまだまだ大きく伸びる可能性のある決めたチームであると信じております。ですので、この先はさらにその成長の度合いを加速をさせ、課題でございます接戦においてもしっかりと勝ち切ることの決定力と、そしてメンタル面での勝負強さ、これらを兼ね備えたチーム作りに努め、3回目の挑戦となります来シーズンこそは、何としても J2 復帰を果たすべく全力を尽くしてまいります。皆様方にはどうかこれからもカタールペアに対しまして変わらぬご支援を賜りますとともに、来シーズンもぜひとも選手とともに戦っていただきますよう心からお願いを申し上げます。今シーズン大変多くの方々のご来場と、そして力強い応援、誠にありがとうございました。ありがとうございました。また来週の代表取締役社長酒井秀治に挨拶をさせていただきました。それでは続きまして、カタール富山監督三浦泰俊よりご来場の皆様へ挨拶をさせていただきます。我々の今シーズンの目標である昇格をつかむことができなくて、昇格のためにこのカタール富山に呼ばれ、オファーをいただいて、しながら皆さんにそういう思いを味わってもらうことができなくて、非常に悔しい思いでいます。そういう中で、ここの県庁に集まってくれた人だけでなく、カタール富山のことを愛し、
思ってくれてる人たちが最後まで我々をですね、鼓舞してくれ、いろんな言葉をかけてくれたことを非常にありがたく思っております。本当に1年間、カタル富山を昇格させるために選手ともにその時間だけを費やしたなという、そういう強い実感を持っております。もちろん目標を達成できなかったわけですから、責任は監督の私に全てあると、そう受け止めています。そういう中でも成長しながら勝利を目指す13勝という勝利と、選手が一人一人成長していった、そしてサッカーを知っていった、このタイミングで引退する選手が2人、隅と大山、この2人と最後知り合えて、僕自身も多くのものを学ばせてもらいましたし、彼らにとってこれからいい人生をじっくりと歩んでいってほしいなというふうに、そういうふうに思っております。そして彼ら2人はこのカタル富山の、いや富山の誇りになっていくんじゃないかなというふうに思っております。当然そういう中で今シーズンを持ってカタル富山を去る選手が数人いると思いますけど、1年間一緒にやったことを少しでも糧にして、サッカー人としてより成長してもらいたいなと思いますし、今まで以上にサッカーを愛し続けてほしいなというふうに思います。彼らとどうしても昇格が欲しくて、ここまで必死にやってきて、トレーニングの中でも、ミーティングの中でも、強い言い方をして、厳しい言い方をして、罵るような言葉も言ったこともあります。ただそれを、彼らは、親身に受け止めてくれて、必死になって戦ってきました。で、最後まで戦い抜けたことは、きっとここに集まってくれているサポーターファン、またはカタルに対するスポンサー株主の方々、当然フロントの全ての人がやはり彼らの背中を押し続けてくれたんじゃないかなというふうに思います。今シーズンは、こういう成績で終わりますか。来シーズンは目標の昇格というものを目指していかなければいけない、そういうチームですし、よりチームがまとまって、そして富山が一つになって、来季こそは今年よりよりいい時間にしていかなければいけないと、そういうふうに思っております。ここへ来て考えて喋っているので非常に長くなりましたけど、本当にこんな素晴らしいファンサポーターの前で、当然厳しいことも言われましたし、もっと早く前に行けとか、何もたもたやってんだ、もっと早く攻めろとか、いろんなことを言われましたけど、本当にここにいる人たちの誇りに思いますし、こういう素晴らしいサポーターとファンと、そういう人間と出会えたことを自分自身は嬉しく思っております。本当にもう感謝の言葉でいっぱいです。本当に1年間ありがとうございました。それではこのように現役引退セレモニーを行います。それではまず背番号14、大山俊介選手、前にお願いいたします。
大山選手は浦和レッズ、愛媛 FC、湘南ベルマーレ、そして愛媛 FC、そして片江富山と J リーグのチームを渡り歩いてこられました。 J リーグ通算出場は233試合でした。その労をねぎらい、ここでご家族より花束の贈呈を行います。それでは大山選手にご家族も横にいていただいて結構でございますので、ファン、サポーターの皆さんにご挨拶をいただいてよろしいでしょうか。さっきの監督もそうだったんですけど、ここで考えようと思っていたので、ちょっと今真っ白な状態ですが、聞いてください。僕がサッカーを始めたのは1993年、J リーグが始まった年にちょうど小学校1年生になり、周りのみんなが入る中でこぞってサッカーに夢中になった世代です。で、漠然とプロ転向を目指して、学生時代やっていく中で浦和レッズでプロとしてスタートを切ることができて、そこから12年間本当に多くの方々のご支援、ご声援を受けまして、ここまで、頑張ってくることができました。カタレ富山には2013年に加入したんですけれども、当時 J2 リーグから J3 リーグに落としてしまい、J2 リーグに復帰することができないまま現役を引退すること、さまざまな監督をはじめ、もちろんスタッフ、目をかけていただいたのに、なかなかそれに応えることができず、引退すること、すごく心残りではありますが、本当にたくさんの人の温かい支えの中で充実したサッカー人生を送れたと思っています。先にここに家族が出てきて、あなたを受け取るっていうのもちょっと思ってなかったので、挨拶どうしようかなって思ったんですけど、本当に自分の両親をはじめ、バトンを引き継いでくれた妻、それから今年1年間悔しい時期が続きましたが、明るく支えてくれた宗介、本当に多くの人に感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、次の仕事、セカンドキャリア、セカンドキャリアとよく言われますけど、本当に僕の人生としてはまだまだ続きだと思ってますので、今30歳ですが、今までサッカーを通して経験できた多くのことを生かして、また新たなことをどん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 吸収して、ここで応援してくださった皆さんに、どんな形かは分かりませんが認識して、あ、こんなことでこんなところでこんなことやってんだっていうのを心理に思っていただけるような人生を歩んでいけたらなと思っています。
カタール富山のファン、サポーターの皆さん、関係者の皆さんに関しては、4年間という期間でしたが、家族ともども本当によくしていただいて、本当にありがとうございました。右手の方でお待ちいただいてよろしいでしょうか。はい、それではもうお一人の方をお呼びしたいと思います。続いてお呼びいたしますのは背番号21江住浩二選手です。前によろしくお願いいたします。江住選手は大分トリニータ、大宮アルディージャ、そしてカタレ富山へと歴任されました。本日の出場で J リーグ通算150試合を達成されていらっしゃいます。この労を担い、それではまずご家族より花束を贈呈していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまたご家族も横に並んでいただきまして、江住選手にファン、サポーターの皆様へ向けてメッセージを頂戴したいと思います。江住選手、よろしくお願いいたします。昇格を果たせませんでしたが、こうして素晴らしい仲間、チーム関係者の皆様、監督、コーチ、スタッフ、素晴らしいサポーターの、ファン、サポーターの皆様に見守られて、今日このようなセレモニーを開いていけたこと、大変嬉しく思います。15年間という本当に長いようであっという間の時間でしたが、これまでお世話になった大分トリニータ、大宮アルディージャ、そしてカタール富山のチーム関係者の皆様、スポンサーの皆様、そしてファン、サポーターの皆様、そして監督、コーチ、チームスタッフ、そして選手のみんなには本当に感謝しています。ありがとうございました。そして今日島根から来てくれている両親、
こんなに大きく、そして丈夫に、丈夫な体で産んでくれて、そしてたくさん苦労をかけたけど育ててくれて本当にありがとう。最後の試合をこうしてこのまま来て見せれたこと本当に嬉しく思います。そして大好きな家族、さやだ、こうだ、いつもたくさんの応援してくれてありがとう。二人の笑顔に何度も救われてきました。そして妻、大学4年の時に体を壊し、プロを目指してリハビリをしていた頃、妻と出会い、いろいろあったけど結婚して、これまでずっと自分のそばで支え続けてくれました。本当にありがとう。愛しています。これから第二の人生、セカンドキャリアが始まります。まだ何をするか決まっていませんが、自分のこの経験を生かし、ゴールキーパーコーチをどこかでやっていければなと思っております。少しでも、自分自身のことを、最も応援してくだされば、非常に幸いです。本当にこうして最後に多くの皆さんの前で挨拶ができ、本当に幸せなプロサッカー人生だったと、本当に感謝しています。10年、5年間本当にありがとうございました。撮っていただければと思います。